テレビ塔から見た、アレクサンダー広場、2002年。下方はアレクサンダー広場駅、アレクサンダー広場にある、ウーラニア世界時計メディアを再生する、アラクゾンデプロッツバイザナイトイン2015、アレクサンダー広場は、ドイツの首都ベルリンのミッテクにある広場。同市の交通の要衝でもあり、近くには、ベルリン大聖堂や赤の視聴者があり、シュプレー側が、流れている。元は、 牛の市場であった。ロシア皇帝のアレクサンドル一世が1805年10月25日にベルリンを訪れたことを祝って名付けられた。19世紀には近くに建設された同盟の駅や施設の市場とともに重要な役割を果たすようになり主要な商業センターとなった。1920年代にはポツダム広場とともにベルリンのナイトライフの中心となった。 広場は何度か再開発され、最近では1960年代に東ドイツによって行われた。この時にベルリンテレビ島、高層ビルのホテルスタット、ベルリンや国営デパートのセントルムなどが広場に面して建てられ、西側に東ドイツの高い経済成長ぶりを見せるショールーム的存在となった。広場にはウーラニア世界時計があり、 待ち合わせ場所に利用されている。ありがとうございます。